利用設計学に基本図という図があります。これが基本図なんですが、側面図と正面図を描いて、範囲ですね、発形の範囲とか、基本的な、女性の島田紙とかシルクハットとかという範囲がここに線が出ています。それが基本図と言いますけれども、この基本図を描くためにテンプレートというのが、これに地議会のホームページからダウンロードできるんですが、ありまして、例えば一つのテンプレートはこのように縦と横の線だけ描いてあります。いくつかのテンプレートがダウンロードできるんですけど、これにもう一つですね、鼻の線とか耳の位置とかも書いたのもあります。そしてまたこの完成したこの基本図そのものもテンプレートをダウンロードできるようになっています。で、今日はですね、このテンプレート、テンプレートというのは、ここまで書いてあるものを使えば、まずすぐに顔面とか頭部、または基本図じゃなくてもヘアスタイルを描いたりすることができますけれども、このここまでの図を書くまでもことでも非常に勉強になるわけですね。で、この図を書くことによって横の線の名称、またはこの顔面の中での配分ですね、そういうものも勉強になりますので、必ずしもテンプレートを使うということではなくて、もう白紙の状態からですね、基本図を書いていくということも、それが本来の基本的なところなんですが、大事なところです。で、今日はこのテンプレートのですね、この縦と横の線、そして側面図の斜めの線、ここまでの書き方を実際に描きながらやってみます。まずこの用紙は A4 の用紙です。で、 A4 の用紙にこの基本図を描くということは、位置をこの位置に書かないとどうしてもはみ出してしまいます。または図と図がくっついたり離れたりしますので、位置が決まっています、 A4 で書く場合には。で、まずですね、この下の線ですね、これ顎の線なんですが、顎の線をまず書きます。それは下からですね、今日は全てミリで説明しますので、下から50ミリですね。で、設計学を描くときには描く順序というのがあるんですけれども、今日はこの段階までを描くために、手際よく書きやすくするために、設計学の順序というよりもこの図を描くために書きやすい順序で進めてみたいと思います。それと、本来基本図を描くときというのは最後に残る線はこの線ですので、今から描くこの縦とか横の線っていうのは、薄く書いてあればいいわけですよね。で、実際書くときにはもう本当に薄く書く、またはこの基本図だけを書くような場合には、その線を消しちゃうようなこともあります。基本図書くときに薄い線は残すのはいいんですけれども、で、今日薄く書いてしまいますとちょっと分かりにくいので、あえてこう濃い線でですね、書いてみます。で、今度はですね、側面図の、左右の位置なんですが、左から40ミリですね。これが全面線になります。で、これで側面図の位置が決まりました。で、今度正面図なんですが、位置を決めるために、右端から決めていきますので、この基本図のですね、この線ですね、この線が左線と言います、左の線なんですが、これ向かってこう正面から見てですね、向かって、右側が左線、
左側が右線ですね。このお客さんにとってということで、左側、右側ということですね。で、その左線を書くんですが、左線はですね、用紙の右端から45ミリです。で、この線はこの下の最初に書いた線よりも上に書きます。これ下を書かないでですね。で、側面図の方は最終的にはですね、この位置まで使いますので、下に長く伸ばしています。まあ、この線、今前面線もこう伸ばしましたけど、今から書く後面線も下まで伸ばします。正面図はここから下はいらないので、ここまでということですね。で、これで位置が決まりました。で、まずですね、ここから横の線を、まず、入れてしまいます。で、横の線配分の説明は後でしますので、まずは通しでですね、下から力ですね、まずは15ミリです。そして 22.5、 そして30 45 60 70 90ですね。で、こっちの端も同じように15 22.5 30 45 60 70 90です。これを横線をつなぎます。横線は先に書いた縦線のいっぱいまでにします。今日はこれ HB で書いてますけども、薄い線で書く場合にはちょっと薄めの、例えば 2H とかですね、そういう線でなおかつ軽く書くといいと思います。で、正式に、太い線残す線の場合には、まあ、HB よりも逆にもうちょっと B 系のですね、鉛筆で書くとよりしっかりした線が書けます。これでこの横の線ができましたけれども、ですね、この線はですね、まず一番下がこれ顎の線、イブの線ですね。そして一番上の線が額の線、全額8歳線ですね。で、この中がですね、まずこのここからここまでが設計学、利用設計学の教科書には、まあ、これ今回2分の1ですけど、原寸で書いてありますので、ここからここまでがですね、182mm で書いてあります。で、今日は2分の1ですので、その2分の1っていうと91なんですが、この今回のテンプレートです、ではですね、その91というのを90にしまして、こう等分しやすいような形にしてあります。で、まずですね、この90の中の3等分して、下3分の1がここまでですね。これ陣中の線ですね。ここですね。で、真ん中3分の1が目の線ですね。そして、上3分の1が目の線から下への線で3等分されます。で、それがですね、このようになりますけども、で、この3等分した中を下3分の1のイブから陣中までの、そこをさらに2等分した線が一進行です。で、一進行と陣中をまたさらに2等分した線が口の線ですね。で、真ん中の
3分の1の2分の1ってことは、まあ、全体での2分の1でもあるんですが、それが鼻の線ですね。そして、額の線と目の線を3等分して、下から3分の1のところが眉毛の線というふうに、なっています。じゃあ次にですね、これここに書いたのは前面線ですので、後面線、側面の後面線を描きます。でこれがですね、ここは後面線は、前面線からのサイズを測って書くのではなくてですね、前面線のイブから全額8歳の線ですね、ここをコンパスでですね、こう取ります。そしてこの上からもですね、こう取ります。でできたこの交点のところからですね、こういうコンパスの線をまず描きます。そしてこの線止めましたけど、まあ、ここからここまで書いてもいいんですけど、まあ、一応2点ありますので、この2点をつなぎますね。これが後面線になります。そして、このちょうど交点のところですね、これが後頭結節の位置ですね。でここにですね、イブの線とちょうどこの斜め、これ60度の角度なんですが、ここを結びます。でこの結んだ線がですね、側面頭部中心線になります。でこの三角形をですね、これつなぎますね。そうするとこの今できたこの交点とここですね、ここをつなぎます。これが側面正中線ですね。側面正中線というのはこの真ん中の縦で、まあ、頭部というのは中心というのは、つむじの方に向かって、この60度線が中心ですので、側面頭部中心線ですね。でここまだ原型は描いてないですが、この、まあ、いわゆる毛下の位置ですね、そこが、頭部中心点ですね。この頭部中心点、まあここになりますね。ここ頭部中心点ですね。そしてこの点は側面頭部中心点。ちょっとややこしいんですけれど、側面頭部中心点と頭部中心点ですね。で 線の方は真ん中が、縦の線が側面正中線で、この60度線が側面頭部中心線なんですね。では、正面図の方に行きますね。正面図はもうすでに、下が決まっていて、左線も決まっていますので、今度はですね、これは幅はもう決まっています。これ2分の1で、6センチですので、ここですね。それと正中線が真ん中ですので、3センチ、30ミリ、60ミリですね。これをつなぎます。これでテンプレートの、設計学の 日銀会のですね、テンプレートでは基本図の1という番号がついてますけど、これが1のテンプレートですね。でここから、まあ、いろんな基本図であったり、普通の発形であったり描くわけですね。で今日はこのテンプレートの1までの工程を実際にやっています。
上です。